民生総書大牢地図民生総書大牢は、中華人民共和国マカオ特別行政区の役所、民生総書の本庁舎。ポルトガル統治時代は、マカオ市の市役所が置かれ、中国語で、市政庁大牢、ポルトガル語で、リールセナドと呼ばれていた。民生総書大牢前の広場のことを、セナド広場というのは、この、レアルセナドに由来する。年。 ポルトガル人はマカオに自治性を敷くことにし、これまで病庁の役人との会談や交渉をしていた建物に議事堂として改めて中国式庭園を持つレンガ造りの建物を建てた。これが民生総書大路の起源である。1784年に土地を買い取ってバロック様式の2階建ての建物に建て直した。その後、台風の被害に遭ったため、 1876年に改修した。その際に新古典主義様式を加味した建築にした。1940年頃にも大改修が行われ現在の建築となった。2002年、マカオ市が廃止され、新たに設置された民生総者の本部庁舎となった。2005年7月15日、ユネスコはマカオ歴史地区内の建築物として、本建築物を世界遺産に登録した。 ありがとうございます。